中澤沙耶女流初段に勝ってベスト4進出を決めた渡辺真奈女流三段です。お疲れ様でした。ありがとうございました。本局は中澤沙耶女流初段の小手一手損角代わりの戦型になりました。はい、序盤の39手目の5七角の自陣角はその渡辺女流三段としては決断の一手だったかと思いますが、あのあたりは局面をどのようにご覧になっていましたか？はい、そうですね、まあ、5七角のところはすごく時間を使ったと思うんですけど、まあ、あまり成算がなんだろう持てたわけではなかったんですけど、あの局面を打開して、まあ、攻めに行こうかなというふうに思って決断しました。ここに入ってからはその渡辺女流三段が攻めて中澤沙耶女流三段が受けるという展開が最後の終局まで続いたんですが、はい、攻めている間は形勢はどのように思われていましたか？そうですね、いやでもずっと自陣の変化とかも読まなきゃいけないので、まあ、攻めだけに専念というわけではなかったので、まあ、そうですね、まあ、ずっと難しいかなというふうに感じていました。優勢を意識されたのはどのあたりでしょうか？そうですね、飛車を取って、まあ、6二飛車って最後打って、7四銀なりで、まあ、寄せの形は作れたので、まあ、その瞬間私の王様に来なければ勝てるのかなと思ったんですけど、まあ、でも最後まで7七歩からの王手の筋とかもあったので、はい、いや本当に勝ちだと思ったのが最後でした。本局に勝ってご自身として初のマイナビ女子オープンベスト4進出が決まりました。はい、その点についてはいかがでしょうか？そうですね、あの本戦トーナメント自体結構久しぶりで、はい、あのなんですかね、まあ、でもまた一局多くさせるということはすごく嬉しく思います。次の準決勝の相手は里見香奈女流五冠対上田初美女流四段戦の勝者です。はい、意気込みをお願いします。はい、まだ、まあ、どなたが上がるかわからないですけれども、自分らしい将棋が指せるように精一杯、準備して臨みたいと思います。ありがとうございました。はい。